中型12個入り詰め合わせ白松がモナカとは仙台市青葉区に所在する株式会社白松がモナカ本舗が製造販売している最中の商標である。全国メーカーの看板を掲げていることで有名だが宮城県内では宮城県メーカーとして広く浸透している。また北海道でも知られており道内では北海道メーカーとして扱われることもある。 読みに関しては創業者一族の名字から白松が正しいとも言われるが、ラジオ CM では白松と言われており、どちらでも良いとされている。円形ながら上から見て株に当たる部分は平らにされており、川朱には彫徳、白松の文字や店舗の衣装などが刻み込められている。案の種類は栗、大納言、ゴマ、大福豆の4種類があり、最中の大きさもミニから。 大型までの4種類が揃えられている。製造元の白松が、モナカ本舗は、1932年に、白松菓子店として開店しており、創業者の、いずれは、白松の菓子の名を広めたいという思いから名付けられた。商標に付けられている、がは、所有格でが、村の、が、最中の他にもすべての商品に、白松の商品という意味で、白松が、 マイナスと名付けられている。白松がモナカ洋館の広告看板をつけた仙台市営バスの車両積極的に宣伝、広告を行っていることで知られ、地元ではテレビ CM や新聞のカラー広告などを盛んに行っており、全国的には朝日新聞の関東に定期的に予備広告、全国名家白松がモナカ、白松が洋館を行っている。 北海道では HBC で放送されている、公室アルバムのスポンサーになっており、STB ラジオなど AM 放送による CM のほか、新聞広告も載せている。また特に屋外広告は有名で、仙台市内や宮城県内を中心に主に、東北新幹線沿い、幹線道路沿い、松島などの観光地等に、多くの野立看板や広告等を建てている。 また東京側の東北新幹線の駅乗り場付近に広告を掲げたことがあり、現在でも東北新幹線沿いの東京と北区、田畑や東十条などにも広告塔が立っている。特に会社所在地の仙台市中心部のアーケード街では CM ソングが頻繁に流れている。また仙台市 A バスにも広告看板を掲げている。さらに遠隔地では 近畿地方や福岡県にも全国名家白松がモナカの野立看板を掲げている。ありがとうございます。